一日振り返ってどうでしたか。いや、あっという間でしたね。あっという間すぐ嘘じゃん。あっという間、本当に時間過ぎないわ。行列絶えなかったですが、そこら辺はいかがですか。いや、僕は1時間前ぐらいに入ったんですけど、その時は一人もいなくて、はい、ちょっと不安で駆られたんですけど、ちょっとの時間でも行列できたんで良かったです。ちょっとお待たせしちゃった人多かったんですけど、そこはすいませんでした。こんちゃんは僕様、はい、あ、僕だよね。名前呼んでるんでも僕のターン。いや、感謝です、本当に。本当に僕も本当に来てくれるのかなって心配だったんですけど、まあ、なんとかたくさん人来てくれて、で、なんかあんま触れ合うこととかないから今まで触れ合ってみて、なんかすごい言葉とかかけられて、また勇気づけられました。頑張ろうって思いました。はい、ではこういうファンの方々の関わり合いの場所みたいな、やっぱ今後も作っていけたらなと思いますね。こんなケースみたいな。ちょっと上からやってる。ちょっと伸びしろですねみたいな。ちょっとダメだけど。いいことだったけど。カットカット。確かに伸びしろです。全然使うでしょ。全然使う。ここは。じゃあちょっと陰で支えてくれさ、まさくん。いやいや全然、はい。そうですね、たくさんの人来てもらって、本当に南葛ってやっぱ地域に愛されてるんだなっていうのも思いましたし、まあ、お二人の選手、まあ、スサとコンちゃんは、やっぱ長い、現役選手も長いんで、まあ、それだけ昔からのファンもいて、やっぱりここまで、四つ木まで足を運んできてくれてたので、本当になんかすごいなって尊敬しましたし、なんか僕もこういう選手になれるように頑張りたいなと思いますし、まあ、とにかく、これから、まあ、リーグ戦も続いていろいろありますけど、まあ、いろんなこう地域の人と関われるようなイベントをこれからも一緒にやっていきたいなと思って、はい、よろしくお願いします。ツイッターで集まれって募集したじゃないですか、ファンのサポーターの皆様。ちょっとその来てくださった方々に向けて最後一言お願いします。今イケボだった。行かない行かない。ありがとうございます。